イランにおけるハマダーンの位置、エクバタナは古代ペルシアにあった都市の名。現在のハマダーンにあたる。古代ペルシア語ではハグマターナと呼ばれ、元気は集いの場所となる。エクバタナはメディア王国の首都と考えられているほか、その後のアケメネス朝やパルティアの夏の王都にもなった。古代ギリシア語ではエクバタナとなるが、 アイスキュロス及びヘロドトスによる資料では、アグバタナとなっている。ダレオス一世が刻ませた、ベヒストゥン碑文にもその名は登場している。ヘブライ語聖書では、エズラキにヘブライ語の名で登場する。イラン国立博物館書像の、アケメネス長期の黄金のリュートン。エクバタナで発掘されたハマダーン近郊のアルバンド、山中にあるギャンジナーメ碑文。 ハマダーンに残る、モルデカイとエステルの墓所とされる建物。ユダヤ人女性エステルは、エステル期の主人公で、アケメネス朝の日となった折に、ユダヤ人を救ったとされるエクバタナについて書かれた、資料によれば、エクバタナはアケメネス朝以前のイラン高原において、最も大きく、最も影響のある都市だったとされる。エクバタナの名は遠く古代ギリシアにも届いていた。 紀元前470年には、詩人アイスキュロスが、ペルシア人の中でエクバタナについて触れている。歴史家ヘロドトスは、メディア初代国王デイオケスは、エクバタナの丘の上に宮殿を建てさせ、その周りに民を住まわせたという。またエクバタナの町は、七重のそれぞれ色の異なる、城壁で囲まれていたと述べている。最も内側に宮殿と宝物庫があり、 城壁はヘロドトスが住んでいた、当時のアテネの城壁によく似ていたという。ただし近代にナリアシ,シリアなどから発見された資料では、デイオケスは、マンナエの王でありメディアの王ではないことがわかっており、ヘロドトスによるメディア史の記述も、史実を反映したものではないとされる。ヘロドトスが描写したエクバタナは、誇張が含まれるが、こうした丘の上の城塞都市は、 紀元前千年期のアッシリアの浮き彫りにも描かれ、メソポタミアからイラン高原にかけて、同様の都市が多数あったと見られる。メディア王国の権力の中心であったエクバタナは、アケメネス朝の征服活動の目標ともなった。シンバビロニア最後の王ナボニドゥスの在位6年目、アケメネス朝の初代皇帝キュロス2世は、メディア最後の王、アステュアゲスから、エクバタナを奪ったとされる。 キュロス2世及びその息子カンビューセス2世は、エクバタナに宮殿を置いた。後に、ペルセポリスや、スーサが、帝国の中心となり、エクバタナの力は陰りを見せたが、エクバタナの塔は、アルバンド3のふもとにあることから、熱いペルセポリスや、スーサから皇帝が秘書に訪れるアケメネス朝の夏の、都として使われた。また、 ザグロス山脈の入り口を訳するエクバタナは交通の中心でもあった。アケメネス町を貫く王の道はアナトリア西部のサルディスからバビロンを経て首都スーサへと通っていたが、バビロンからはエクバタナを通りザグロス山脈を越えてバクトリア方面へと通る道が分岐していた。浜田ン中心部から南西に1 2トルの山中にある ダレオス一世とクセルクセス一世による、ギャンジの雨碑文、及びケルマーニシャーの東 30km にある、ダレオス一世のベヒストゥン碑文は、この王の道沿いにある。また、ダレオス一世と七人の協力者が、皇帝スメルディスに成り代わり行為散脱を行ったと、される、大宮間のガウマタを殺した場所も、エクバタナの城であったとされる。アレクサンドロス大王は、 紀元前330年にエクバタナを占領し、党を逃げ出した。ダレオス3世は、ベッソスに殺され、アケメネス朝は滅亡する。エクバタナを占領したアレクサンドロスは、ここで、ペルシア遠征を終了させ、軍を解散した。アレクサンドロスは、将軍、パルメニオンをメディアで処刑したが、処刑の場所は、エクバタナとされる。アレクサンドロスの親友、 ヘファイスティオンが没したのもエクバタナであった。ヘレニズム期、エピファネーアと改名されたエクバタナはヘレニズム文化の重要都市となり、アケメネス朝の宮殿は、紀元前3世紀においても、セレウコス朝により使用されていた。その後のパルティアでもエクバタナは、夏の都となり、セレウコス朝が作った、造幣工場が引き続き使われ、ドラクム、テトラドラクムなどが鋳造された。 サーサーン朝時代にはエクバタナの重要性は低下していった。エクバタナは時折夏の宮廷としても使われたもののパルティア時代までエクバタナ周辺で見られたような大規模な工事の後はサーサーナ朝サ以降は見つかっていない。アラブ人によるペルシャ征服の時にはエクバタナはハマダーンという名の地方都市になっていた。ハマダーン市街にあるハグマターナの イオカ・ハグマターナの丘のレンガ壁サンゲシールにある石のライオン像浜田ンには三つの丘があり、これらが遺跡の出る場所となっている。高さ80メートルほどの天然の岩山であるモサラーアの頂上には城塞の跡が残る。高さ30メートルほどのイオカであるハグマターナの丘では多くの遺跡や遺物が発見されている。サンゲシールの丘の頂上には ライオンの姿の風化した石像があり、アケメネス朝のものとも、パルティアのものとも、また、アレクサンドロス大王がこの地で没した親友、ヘファイスティオンの思い出のために作らせたものとも言われる。19世紀にハマダ田ンを訪れた西洋人は、ペルセポリスのような柱の跡や建物跡があることを記録している。1913年、 チャールズ・フォッシーがエクバタナの遺跡の発掘を行った。その後、1956年には、ハグマターナの丘で、道路工事の際に、メディア王国やアケメネス町の泥レンガの壁が見つかり、1971年には、ハマダーン一帯で、発掘調査が行われサンゲシールの丘付近で、パルティア時代の墓地が見つかっている。考古学者や歴史学者は、ハグマターナの い、丘を、鉄器時代から、メディア王国にかけてのエクバタナの遺跡と考えてきた。しかし、イランの考古学者、マスード・アザルヌシュによる遺跡発掘の成果では、ハグマターナの丘からは、パルティア時代より、前の遺跡が見つからなかったとされ、従来の見解に見直しを迫っている。アイスキュロスやヘロドトスの作品にあるように、古代ギリシャ人は、 エクバタナをメディアの首都と考えていた。古代ギリシャ、アケメネス朝・朝ヘレニズム期の記録や碑文にもエクバタナの名が品質している。しかしハグマターナのい丘からはメディア人の町があったという、はっきりした痕跡が見つかっていない。また、アッシリアの資料でも、ハグマターナ、エクバタナという名の場所は言及されていない。ありがとうございます。